これより第2クォーターに入ります。広島ハーフウェイからセカンドダウン13の状況で試合開始です。さあランニング枠21番がハンドオフを受け左オープン展開を図りました。しかしこのランプレーによる原因は1ヤードでした。エールズディフェンス陣ここでも奮闘を見せます。広島キャリア21番は岩田、立教大学出身のプレーヤーでした。広島相手陣49ヤードからサードダウン12。パス成功。ナイスキャッチアンドラン、ファーサークォーターバック3番、ここでワイドレシーバー9番にパス、そして9番これをキャッチしてから相手ディフェンスをかわすように素晴らしいステップで攻撃権更新といたしました。広島ホークスファースター投じました。クォーターバック3番は山口、取りましたワイドレシーバー9番は酒井、見事なホットラインが成立しまして広島攻撃権更新としています。広島相手陣37ヤードの地点からのファーストダウン10。ナイスファーストクォーターバック3番、ショットガンフォーメーションからパスを投じようとしましたがプレッシャーを浴びまして右へオープンしてスクランブル、緊急発進のランプレーでしたがこれが見事なステップを踏みまして右オープンサイドラインを駆け上がり大きくゲイン、一気に攻撃権更新としましてファーストダウンです。広島ファーストダウン、素晴らしいステップで攻撃権更新しました。広島クォーターバック3番は山口、亜細亜大学出身。広島相手陣17ヤードの地点からのファーストダウン10。ここで広島オプションプレー、クォーターバックが持つかあるいはランニングバックが持つかの判断プレーでした。託されましたのはピッチを受けたランニングバック10番でしたがこのランによるゲインは約2ヤードです。キャリア10番は佐伯、関西大学出身のルーキープレイヤーです。広島相手陣15ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離8ヤード、エンドゾーンまでは15ヤード。さあ中央へのランプレーを選択しました。エールズディフェンス陣群がる中ですがしかし粘りながら約2ヤードのゲインとしています。キャリアだった21番は岩田、立教大学出身のプレイヤー。広島相手陣13ヤードからサードダウン6、攻撃権更新、必要距離は6ヤード、エンドゾーンまで13ヤード。パス不成功。クォーターバック3番、プレッシャーを浴びつつ流れながら右サイドラインへのパスでしたがこのパスはオーバースローでパス不成功でした。ここで広島前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。広島ここで最後のフォースダウンのシチュエーションどのように攻めるか一旦全員で打ち合わせをいたします。この配信は XE 全13チームの協賛企画によって実現いたしております。
各チームおよびこの企画にご賛同いただけた方々のお名前、今画面上に映っている方々の皆様のご厚情をもちまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変ありがたく思います。さあ、タイムアウトを解けまして、広島フォースダウン6の状況に挑みます。広島ここでフォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス30ヤード、それを託されたキッカーは99番、富永、広島大学出身。キック成功、3点獲得。見事フィールドゴールを決まりまして、広島ホークス3点リードへ、フォートエールズ0点。まず広島がフィールドゴールで先制いたしました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンはその後にもうワンプレー、ボーナスプレーがあって、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。この結果、得点はワンプレーですと自殺点の2点を含め2点、3点、6点、7点、8点という得点になり、この足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。さあ、そして試合は広島のキックオフで再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のチームのキックオフで試合再開となります。さあ、エールズリターンに入ります。リターナーは19番、右サイドライン際を駆け上がり、自陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。エールズのリターナーは19番、サコン、摂南大学出身。さあ、先に先制されましたエールズ、このシリーズ得点することができるでしょうか。ボールオンは自陣38ヤードからファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレーを選択しました。しかしこれは広島ディフェンス陣が素晴らしいラッシュを決めまして、このランによるゲインは全くありませんでした。エールズノーゲインでセカンドダウンに変わります。エールズ自陣38ヤードからセカンドダウン10。さあ、これもランプレーによる突破を図りました。キャリアは24番、左オープンを突こうとしましたが、これも広島のディフェンスプレッシャーありました。しかしかいくぐりまして、約3ヤードのゲインとしています。キャリア24番は小林、京都工芸繊維大学出身。エールズ自陣42ヤードからサードダウン7。不成功。ここでクォーターバック一気に攻撃権更新を図り、ワイドレシーバー19番をターゲットにしたパスでしたが、このパスはコントロール乱れ、パス不成功に終わりました。ここでウォーターブレイクです。Yeah!
この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛企画によって実現しております。画面に映っております様々な方々がこの企画にご賛同いただけた方々になっております。皆様のご厚情大変ありがたく思います。その配信を本日受けたまらせていただいておりますが、私道楽屋リチャです。個人の趣味でやっている範囲ですので、できない点、至らない点は多々ございますが、できる限り皆様のご期待に応えられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ、ウォーターブレイクときまして試合再開です。エールズフォースダウンテンパントフォーメーションを選択します。このパントは広島陣20ヤード15ヤード付近でボールデッドとなりました。この時点でカルド広島の攻撃と変わります。広島自陣16ヤードからファーストダウン10。広島中央へのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが投げられますと反則発生を意味します。この反則がいずれにあったか審判団のコールをお待ちください。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のフェイスガードを掴んで倒すという反則です。この反則は危険な行為として重大な反則として扱われます。15ヤードのバッタイを受けまして、攻撃は必然的にファーストダウン1回目の攻撃に戻ります。これによりまして広島自陣36ヤードに前進して、この位置からのファーストダウン10となります。広島自陣36ヤードからファーストダウン10。さあ広島、ここでランニーバックへの中央へのダイブプレー、キャリア20番、これを確実に進め約3ヤードのゲインとしています。広島自陣39ヤードからセカンドダウン7。パス成功。クォーターバック3番ビアフォーメーションからワイドレシーバー27番にパスを通し約6ヤードのゲイン。相手ディフェンスタックル浴びながらパスキャッチ決めましたのは広島27番の浦部、大阪体育大学出身のエイジ43、43歳のプレイヤーです。広島自陣46ヤードからサーダウン残り1ヤード。さあ中央へのランプレーを展開したが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。
この反則による罰則は5ヤード、したがって必然的に攻撃権更新と広島になります。広島ファーストダウン。広島相手陣に入りまして、相手陣49ヤードからファーストダウンテン。キュリーサーク、クォーターバック3番ここでパスを投じようとしましたが、これをエールズ66番5番が吸収し、キュービーサックパスを投じる前に倒しました。見事キュービーサックに決めましたのはエールズ5番のディフェンスライン山下、近畿大学66番片山、広島大学のコンビネーションです。広島下げられまして自陣44ヤードからセカンドダウン16。さあここで中央へのプレー、キャリア21番相手のディフェンスの裏を突くように中央突破し約5ヤードのゲインとしています。キャリア21番は岩田、立教大学出身のプレイヤー。広島自陣49ヤードからサードダウン11。前半残り時間まもなく1分を切ります。パス成功、タッチダウン。クォーターバック3番、またしてもキュービーサックを襲いかかるすごいプレッシャーを受けながら左に流れて、そこでロングパス、これをディープゾーンを走っていたワイドレシーバー見事にこれをキャッチしました。広島タッチアウトしました。取りましたワイドレシーバーは9番でした。広島ここでビッグプレーを決めまして広島6点獲得。そしてタッチアウトの後のトライ4ポイントに挑みます。キック成功、1点追加、広島ホークス10点、リードホートエルズ0点。素晴らしいパスを投じましたクォーターバックは3番山口、アジア大学出身、そしてそれを取りましたワイドレシーバー9番は酒井、島根大学出身のプレイヤーです。さあ先ほどタッチダウンを挙げました広島ホークスのキックオフで試合再開となります。前半残り時間は44秒となっております。エールズ得点を挙げる場合にはこの残り時間で得点を挙げなければ今のポジショニングは全てリセットされます。エールズ4番がリターン、左サイドライン際を駆け上がりまして自陣35ヤード付近でアウトバウンズとしました。この位置から、エールズの攻撃に変わります。
さあ残り時間38秒いかにしてテールズは使うでしょうか。ボールオンは自陣34ヤードファーストダウン10。ここでホイッスル。ここでテールズ前半1回目のタイムアウトを使いました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。チーム名の下側にあります画面上で言いますとチーム名の下側にあります黄色いバーがそのタイムアウト残り回数となっております。タイムアウトを解けまして試合再開となります。テールズボールオン自陣34ヤードからファーストダウン10。成功。クォーターバック11番ワイドレシーバー4番にパスを通しまして約8ヤードのゲインとしています。しかしボールを持った選手が中で倒れたため時計が回り続けます。パスを取りましたワイドレシーバー4番は信弘、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。ここでホイッスル。エールズここで前半2回目のタイムアウトを取ります。エールズ2回目のタイムアウトを解きまして試合再開です。エールズ自陣43ヤードからセカンドダウン残り2ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。キャリア34番の総力に託しましたが、しかしこれは広島のディフェンス79番が見事にカバーしており、これによる攻撃権更新とはなっておりません。あ、失礼しました、攻撃権更新にはなっております。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりましてリードエフォートエールズ0点、広島ホークス10点、東山ホークス10点リードで後半戦に移ります。両チームこのハーフタイムの10分間をいかにして生かしてその状況を修正してくるでしょうか。大変白熱した一戦となっております。